国際工業国際工業バス国際工業の乗り合いバス車両国際工業の高速バス車両国際工業の観光バス車両2008年7月に観光バス事業を国際工業観光バスへ移管高速バス車両と塗り分けが若干異なる国際工業バスは国際工業が経営するバス事業である東京都及び埼玉県内で乗り合いバス事業を営み 一般路線バス、深夜急行バス、高速バスを運行している。また、国際工業観光バスとして、貸し切りバス事業も行っている。運行エリアの各自治体から、コミュニティバスの運行受託も行っており、1994年の朝霞市内循環バスを皮切りに、1990年代後半から、浦足、日高市内循環バス、せせらぎ号など、 埼玉県内を中心に積極的に展開。2000年代には練馬区バス交通実験足立区春風で都内のコミュニティバスに参入。近年では2010年に板橋クリンリン号を受託開始している。乗り合いバスの営業エリアは以下の通り。国際工業バスは上記地域に10カ所の乗り合いバス営業所と900台強の車両を要する。 大手バス専業事業者である。毎年冬には、バスファン向けイベント、国際工業バス祭りを実施している。1990年代には、都大営業所で開催していたが、2004年からは埼玉、東営業所へ場所を移転して開催しており、このイベントのために、反応営業所から車両を移動させるなど、ファンサービスにも、積極的に取り組んでいる。 1936年頃の国際工業バス、全身事業者の路線網国際工業バスは、1946年に当時の国際商事が東京急行電鉄から貸し切りバス事業者の東京観光自動車と乗り合いバス事業者の東都乗り合い自動車を譲り受けした上で、両者を吸収合併したことで成立したものである。ここでは主に乗り合いバスの遠隔について、 前身となったバス事業者の歴史を含めて記述する。板橋乗り合い自動車1919 19年、板橋乗り合い自動車が創業。最初の路線として、菅野駅地蔵村前更新塚板橋駅を開業した。後に板橋駅側を志村平木湖前まで延伸した。さらに、大塚駅更新塚、練馬横丁上板橋駅としまえん。 志村赤羽駅下などの路線を開設した。鳩ヶ谷自動車埼玉県内では、1916年に、鳩ヶ谷自動車が創業。最初の路線として、鳩ヶ谷川口駅を開業した。後に北部を、西縦の及び沸騰のへ延伸。南部では、東京都内に出張所を設けた上で、赤羽駅下十条大路駅の路線を開業。さらに、新荒川大橋の開通により、 川口駅赤羽駅の連絡経路を設定するなど、岩月街道周辺を中心に路線を拡充。1932年には、越谷、浦和、四季など、現在の国道463号周辺における東西方向へも路線を拡充した。川口駅周辺で営業していた川口乗り合い自動車は、東部は千住、西部は笹部経由で、 美女ョまでの路線を有していた。川口駅赤羽駅の路線も運行しており、鳩ヶ谷自動車と競合していた。このため、鳩ヶ谷自動車は1936年、川口乗り合い自動車を合併して、同社の路線を継承した。中仙道乗り合い自動車1918年、中仙道乗り合い自動車が創業。中仙道周辺に路線を有しており、当初は、 王子乗り合い自動車商会から継承した王子駅、板橋役場と田村の路線を運行していたが、その後に埼玉県内でも中山道に沿って、裏は大宮へ路線を延伸していった。池袋乗り合い自動車は、池袋駅から成ります、石寺方面に向けて、交通の欠節点を効率よく結んだ路線網を有する有料会社であった。成ります石寺院は、 前身である尺字になります自動車商会から1934年に引き継いだ路線である。中仙道乗り合い自動車は1940年、池袋乗り合い自動車を合併した。東都乗り合い自動車1935年、京王電気軌道と玉川電気鉄道の共同出資により、東都乗り合い自動車を設立。板橋乗り合い自動車は、東都乗り合い自動車へ、 全事業を譲渡した。1938年4月1日、玉川電気鉄道は東京横浜電鉄へ合併された。同年4月2日には陸上交通事業調整法が交付。1940年1月31日には陸運等整令が交付され、鉄道、バス事業者の戦時統合が進む。これにより東京急行電鉄が 統合主体の一つとなり、いわゆる大統急が成立した。1944年5月31日、京王電気軌動も大統急へ合併された。東都乗り合い自動車は、同1944年末、鳩ヶ谷自動車と中仙道乗り合い自動車の2社を合併した。中仙道乗り合い自動車は、経営状況が極めて悪かったため、昭和初期に他社への見売りが検討され、 東京大宮乗り合い自動車を買収先として一度契約が締結された。ところが、同社の将来性に着目した東京横浜電鉄社長の後藤慶太が割って入り、1936年に契約を破棄した。その結果、中仙道乗り合い自動車は一転して東京横浜電鉄参加へ収まることとなった。後藤は、中仙道乗り合い自動車を参加に収めた勢いを、 そのままに、埼玉県の中仙道周辺で競合していた各、事業者を次々に合併、買収していった。わらび駅周辺で運行していたわらび乗り合い、与野町周辺で営業していた与野自動車、浦和美女技館を運行していた、ビタニ元乗り合いなどが、すべて東京横浜電鉄の参階へ収まった。東都乗り合い自動車は、以上のようにして、東京都の上北地域から、 埼玉県中仙道、岩月街道、国道463号周辺に路線を有する大規模事業者となるに至った。長野健次は自動車産業の将来性に着目し、1940年に自動車部品販売会社として第一紹介を創業。終戦を経て、1945年12月には国際商事へ社名変更した。長野は、 事業多角化の始めにホテル事業に参入し、次にバス事業への参入を試みた。1946年5月、国際商事は東京急行電鉄から東京観光自動車を譲り受けし、貸し切りバス事業に参入した。同年11月には、東都乗り合い自動車を同じく東急から譲り受けし、乗り合いバス事業へ参入した。これは、 オソノとコトウの個人的なつながりによるところが大きく、コトウは東急からバス経営のノウハウを持つ社員を多数送り込み、国際工業の事業拡大を支えた。翌九百四十七年六月、ホテル事業と貸切バス事業を吸収合併して国際工業へ社名変更。トート乗り合い自動車は会社経理応急措置法下の特別経理会社に指定されていたため、 この際に合併できなかったが、指定解除された1950年に国際工業へ合併されて直営となり国際工業バスが成立した。国際工業は1949年にバス路線拡大策として経営不振に陥っていた武蔵野乗り合い自動車の経営に参画したが、経営が改善しなかったことと、同社のエリアが自社の路線網から離れていたこともあり、 直径バス事業への参入を目指していた小田急電鉄へ、武蔵野乗り合いを譲渡。同社は1950年に小田急バスとなった。戦後の路線拡張は他の民営各社と同様の道を歩むこととなる。すなわち、都営バスとの共同運行による都心乗り入れ路線に力が注がれた。1四十七年には東京駅乗り入れ路線として大仙東京駅降車口。 志村橋東京駅降車口が運行開始、続いて上板橋駅東京駅降車口、川口駅赤羽駅東京駅降車口、川口駅浅草東京駅降車口などが相次いで運行を開始した。また、同じく東急参加を離脱した関東乗り合い自動車とは、東都乗り合い自動車時代から交流を深め、1949年に両社共同管轄の池袋駅、 中野駅を立ち上げ、1970年代には、環状7号線を経由する公園寺駅の型駅、赤羽駅を開設した。さらに、東武鉄道、西武自動車のエリアに乗り入れる形で、総加駅、所沢駅方面などにも足を伸ばし、着実にエリアを拡大した。旧大宮市では、終戦直後に法人化された太平バスを買収した。また、 反応市から急殴り村にかけての地域を担当していた反応交通も買収、合併し、1950年代までに現在の営業エリアがほぼ固まった。路線網を拡張したことで営業所の新設も相次ぎ、1958年には池袋営業所練馬分社こと埼玉県川口市青木町に川口営業所が開設された。 ネルマ分社庫は1962年にネルマ営業所へ昇格、東京都北区と付町にあった旧川口営業所は志村営業所赤羽出張所へ名称変更され移転した後に赤羽営業所へ昇格した。1982年3月29日付で国際工業の営業エリア内で共存していた都営バス志村営業所が閉鎖された。国際工業では トエバスとの共同運行路線として、東55などの東京駅乗り入れ路線を運行していたが、1978年10月31日をもって東京駅乗り入れをすべて廃止した。しかし、王子駅止まりだった一部路線は国際工業の単独運行へ変更され、O54 などは現在でも期間路線の一つとして運行が続いている。国際工業、 都営どちらにも、志村営業所が存在していたため、国際工業側から見た場合は、都営志村車社庫としていた。都営バス志村営業所の跡地は、板橋区が管理する広場となっており、目の前には、国際工業バスの三軒や停留所が存在する。国際工業バスは、1960年代には、埼玉県中南部で圧倒的な地位を確立した。 この頃の埼玉県は、東北本線、京浜東北線を軸に、東側が東武伊勢崎線、西側が東武東上線で挟まれた地域の輸送を路線バスへ全面依存しており、その中心に位置する戸田営業所、鳩ヶ谷営業所は、国際工業の収益を支えるドル箱となった。最強線の開業に伴う再編しかし、1985年9月30日に、 国鉄最強線が開通すると、戸田市から浦和市西部にかけての交通形態が一変した。それまで、京浜東北線や都営地下鉄三田線へ向かっていた乗客の大半が最強線へ流れたため、戸田営業所管内では既存の路線を統廃合し、新設された最強線の各駅を発着、または経由する、要経路変更を実施した。 埼玉高速鉄道線の開業に伴う再編2001年3月28日に埼玉高速鉄道線が開業したため川口、鳩ヶ谷両営業所管内で創設以来となる大規模再編を実施した乗客が鉄道へ転移すると見込まれたことで本数の大幅削減が実施された系統も少なくなかったが埼玉高速鉄道の多路線との接続の関係そして 何より、埼玉高速鉄道の運賃が高額だったことで、鉄道への転移は予想を下回った。それどころか路線バスの利用者は減らず、平日朝ラッシュ時には各所で積み残しが発生する事態となり、国際工業にも利用者から改定後の路線が不便、本数が少ないなどの苦情が多数寄せられるようになった。結局、国際工業は、 同年10月に2回目の再編を行い、廃止系統の復活、奇襲点の延伸、本数の増改を繰り返し実施した結果、路線バスの利用減少を食い止めることに成功した。2003年秋の再編2003年11月16日には、周辺の鉄道とは関係なく、国際工業独自の大規模再編を実施した。この再編は、反応地区を除く東京。 埼玉のほぼ全域を対象とした再編で、京浜東北線、埼京線の赤羽駅へ到着する終電と接続し、埼玉方面へ向かう深夜バスの新設を始めた。不採算路線に大なたを振るい、その分を輸送力が逼迫している路線へ回して増発し、日中を中心とした運行間隔や運行日の均等化、停留所の増設などを行った。その一方で、浅香地区では、 朝霞駅を中断していた路線はすべて分断され、練馬営業所は朝霞地区から撤退、同地区はすべて西浦和営業所への所管となった。路線バス事業における全体としてのスケールメリットは縮小しており、反応地区の赤字をそれ以外での収益で補うことが難しくなっていった。さらに2004年から投資ファンド参加となり、 より一層厳しい採算性確保を要求されるようになった。国際工業は2012年、反応営業所周辺の路線維持について、2014年3月末を目途に、営業所自体の廃止や、他社会館、コミュニティバスへの移行なども視野に入れ、地元の反応し日高市に社会的な論議を求めるに至った。現在のところ、営業所及び、 路線の存続については、反応しなどと合意形成されているものの、今後の方針については引き続き検討されている状況にある。国際工業の乗り合いバス営業所は、下記の通り、東京都内に4カ所、埼玉県内6カ所の計10カ所がある。1950年の国際工業バス成立時には、乗り合い自動車部内に都内路線を担当する営業第一課。 埼玉県内の路線を担当する営業第2課が配置され、第1課の管轄下に池袋、板橋、志村の3営業所、第2課の管轄下に川口、鳩ヶ谷、浦和の3営業所が置かれた。ただし川口営業所は当初は赤羽駅に近い北区と付け町に置かれ、同駅周辺における都内路線の一部も担当していた。都内では 1953年に、板橋営業所が西菅もへ移転して、菅も営業所となり、旧板橋営業所は板橋分社庫となった。1958年には、池袋営業所の管轄下に、練馬分社庫が開設され、同時に、旧川口営業所が埼玉県川口市へ移転した。旧川口営業所は、志村営業所赤羽出張所へ、 名称変更された。さらに、板橋分社庫の廃止と清水町分社庫の開設が行われた後、1963年には、菅母営業所が廃止、同時に、練馬分社庫が営業所に昇格して、練馬営業所となり、昇格したばかりの赤羽営業所が、清水町に移転し、菅母の路線は、練馬、赤羽の両営業所に継承された。埼玉県内では、 東京都内に設置されていた旧川口営業所の移転開設の後、中小事業者の合併、路線譲り受けによって営業所の増設が続いた。すなわち、1959年に太平バスの合併によって、大宮営業所が反応交通の合併により、反応営業所、名繰り営業所が、1960年には、低山大都の一部路線譲り受けによって、 川越営業所がそれぞれ開設された。その後、1965年には川越営業所の参加として、式文社庫、1971年に都大営業所が開設されたが、式文社庫は所管路線の増大によって、用地不足に陥ったが、立地条件上敷地拡張、増車が不可能なため、1993年に西浦和営業所と名称変更の上、 移転した一方で、川越営業所は、文社庫に格下げされた後、1995年に廃止され、所管路線はほぼ全てを西武バスへ譲渡した。2000年には、裏は、大宮両営業所が統合の上、埼玉市上野田に移転して、埼玉東営業所となった。この埼玉東営業所では、国際工業バスで最も広い敷地面積を有している。 東京営業所とは、観光東京営業所のことで、板橋区、あずさわの車庫から30代が転属して1959年に、本社営業所越中島車庫として発足した。1964年に、本社営業所を廃止すると、同所を観光東京営業所として開設した。長らく観光バスの営業所だったが、1988年に、ドリーム、 森岡号の解説のために、乗り合いバスの営業所としても開設した。乗り合いバスの営業所としては四大所属で、高速バスのみ担当しており、前述のドリーム、森岡号以外に、ドリーム八戸、ト和田号、当時国際工業でも担当していた、ジュピター号を担当していた。1999年に刊行、乗り合いともバスの営業所としては、閉所したが、一時期のみ、 ハイヤー営業所となった。このように、都内の営業所は1960年代にはほぼ現状のように落ち着いたが、埼玉では競合事業者との路線調整が数度にわたって行われたこと、郊外人口の増加による需要増が続いたことから、1990年代から2000年代にかけても新設や移転、統合などの再編成が続いている。また、 国際工業バスでは高速バスの乗車券、定期券の販売を行う案内所を主要ターミナルである以下の各駅に設置している。このうち池袋駅の案内所は国際工業総合案内所と呼ばれ東北方面の高速バスの出発場所、待合所にもなっていたが現在はすべて池袋駅西口からの発車となっている。かつては上板橋駅、反応駅北口、 敷駅北口にも案内所が設置されていたが、現在は閉鎖された。また、浦和駅案内所もかつては東口に所在していたが、現在の西口へ移転した。高速路線は、都内、埼玉県を起点に、東北方面の夜行長距離路線と、池袋、浦和、大宮、川口などから羽田、成田空港への直通路線を担当している。以前は、 関西方面の夜行長距離路線も担当していたが、2007年2月28日をもって全廃となった。現行路線括弧内の事業者は共同運行相手。なお、気仙、ライナー、ジュピター号は、繁忙期のみ国際工業が、続行便を運行し、それ以外の時期は予約、発見業務のみ行う。E 波東部号については、国際工業は、運行を担当せず、 予約、発見業務のみ行う。廃止路線ミッドナイトアローなります。朝霞大国際工業では、一般路線の深夜バスとは別に、池袋、大宮両駅を起点とする中距離の深夜急行バスを運行している。1989年開業の池袋、大宮線に始まり、2005年開業の大宮ハスだ、区喜線まで拡張が続き、現在は、 以下の8路線体制となっている。これらの路線には、かつては観光格下げの車両が使われていたが、現在は交通バリアフリー法の改正に伴い、ロマンスシートを装備した座席定員の多い専用車のイスズエルガのワンステップ車が導入された。戦術の通り、元観光車を格下げして使用していた名残でこれらの車両にも観光用塗装が施された。原則として、 これらの車両が充当されるが、年末年始などの繁忙期に増便を運行させる場合は、一般乗り合い車両が応援に充当される。国際工業バスが担当する路線、系統のみ、掲載車番は、基本的に4桁で表記され、超小型車や貸切など車両数が少ないタイプは3桁でまとめられる。この場合、 83は LKGLV234N3 の形式別区分を持つ1号車である。現在の上2桁の形式区分は以下の通り。上1桁目は主に車両長や車両の大きさ、ステップの有無より区分される。3000以降は不板決定時期により様々だが1000と2000は小型車に割り当てられている。上2桁目は3桁目からの繰り上がりの場合と、 メーカーの形式変化による変更の場合がある。さらに500や900台など飛び番は1桁目が不足、もしくは区分しきれない場合に利用される。下2桁目の42、44、49は意味番のため欠番となっている。2000番台の2076までは KCLR33J である。過去には異なる形式で同一区分。 続き番号ということもあった。よって、今後必ずしも、蒸気のように分類されるとは限らない。諸事情により車番が改番された車両も存在する。車両の塗り分けの違い右、急塗装、更新後、左、現行塗装国際工業バスでは、いすず系列の販売会社を参加に持つ関係から、一部の車両を除くほぼ全車を、いすず自動車より、 北海道椅子自動車をディーラーとして導入している。一般乗り合い車両は大型車と中型車を並行投入しており、車体はエルガキュービックなどの純正仕様である。高速、貸し切りもスーパークルーザーやガーラが導入されている。関係で元国際観光バスの日のセレガが移籍している。以前使用されていた KKK のロゴ KKK ロゴの入った 車両大型車のホイールベースはやや短めの4.8メートルクラスが主に選択されているが1993年から1995年と2007年以降に標準的な WB5.3 メートルクラスの車両がまとまった台数配備されたほか1985年から1991年にかけて WB4.3 メートルの短尺車種の 導入実績もある3月全半。また、1999年には、椅子図の乗り合いバス車両のモデルチェンジを機に、換山路線、共愛路線での使用を目的とした小型車が導入されている。小型車は、その後、コミュニティ路線の拡張等により増車が進んでいるが、椅子図が7メートル車の製造を短期間で打ち切ったことや、椅子図のラインナップにない車両、 路線委託者の意向を踏まえて、車種を選択するケースがあることなどから、日野自動車、三菱不装トラックバスクセニッツ等の他社より購入した車両も一部にある。UD トラックスの車両は、米軍輸送を担当していた1970年代前半までは、在籍していたが、それ以降は在籍していない。最近では、ラッシュ型 WB5.8 メートルクラスの車両の導入を進めている。 なお、大手事業者としては珍しく、他社からの移籍者も在籍していた時期があり、江ノ島電鉄から1台、淡路交通から8台が移籍していた。なお、移籍者は2018年3月限りで全社廃車され、現在はすべて自社発注者となっている。乗り合いバス車両のカラーリングは、とう乗り合い時代は緑と黄色を基調とするものであったが、 国際工業バスの発足後ピンクグレートマルーンのに色塗りとなり、さらに1959年に現行デザインの基礎となる白地に濃淡に系統の緑色を配したものとなった。この際、ローマ字による社名表記とその略称である KKK をかたどったロゴが採用された。オリジナルのロゴ及び表記並びに社番は黒の塗装であったが、 平成5年式からロゴは青のカッティングシールに表記並びにシャバンは同色の文字となった。その後、1998年度にノンステップ車両が導入されたのを機に薄緑色の部分が鮮やかな黄緑色に変更され、ロゴや衣装の変更が行われた。さらに、2002年度にデザインのマイナーチェンジが行われ、米国の白人市場主義秘密結社、 クククラックスクランの略称、KKK と重なる旧来の KKK ロゴが消去されて、今に至る。車両更新による再塗装の際も、後部以外はロゴなしのまま登場したが、後にフロントにも新ロゴが付与されるようになった。当初、旧車両に関しては、旧都職で更新されていたが、途中で方針が変更になり、同世代の車両でも更新時期により、 新旧図書区が混在することがあった。これら度重なる衣装変更により、車両前面は、ロゴなし、国際バスロゴ、国際古魚ロゴの3種類、非公式側表記が国際工業バス、スバ業狂気は国、後面は国際工業バス、国際バスロゴ、国際工業ロゴの3種類があった。また、本との新旧、 都職の新旧など入り乱れた時期があったが、廃車が進むとともに淘汰された。車両更新に関しては、キュービック世代までは、室内外全改修工事を行われていたものの、エルガは初期のみで、以降は、遜色の程度により後面及び側面のみといった、外反のみの部分改修にとどまるか、廃車まで全く行われない車両もいる。標準都職以外では、路線、 貸し切り兼用車は若干の異常変更されている。2013年には旧塗装復刻として反応営業所所属車両1台が昭和30年代の丸ンと白のツートンカラーに塗り替えられて2018年3月まで運行された。その他、仙台薄緑色の新型車両が埼玉東、営業所へ4台導入された。なお、薄緑色の旧型車両は、 反応で同年11月まで運行されたので厳密には復刻ではなく急塗装の引き継ぎである。ドアブザーは軽半バス同士ドアが完全に閉まるまでなり続けていたが2010年度導入車両よりドアブザーが汎用タイプのチャイム式に変更され、また屋根の色も冷房能力効率化のため黄緑色から白色に変更された。 2017年より定年式車を除いて、順次、ハロゲンヘッドライト車のロービームを、コイト製作所製の LED ヘッドライトへ交換が、始まっている。観光、高速、深夜休校用の各車両のカラーリングは、日のブルーリボンのメーカーのカタログ撮影者塗装を、採用しているが、観光車及び深夜休校車と高速車とでは、塗り分けが若干異なる。 深夜休校用の車両はかつては元観光車をそのまま観光用塗装で格下げして使用していた関係で現在の深夜休校用のエルガにも観光用塗装が施された。なお、側面、後面にて刻まれているローマ字表記ではグループ内の各社ごとにて記されているが近年投入されている新車及びグループ内各社への上途分については原則国際公共グループで 表記されており、この場合における所属事業者表示は正面のアン及び側面の前側上部または後面下部でのみに記されているためどこの所属であるかは見分けがつかなくなってきている。なお、国際工業は側面の後面下部に国際工業株式会社の表記があったが2012年11月に運営会社が 国際工業グループ株式会社になってからの新車は単に国際工業だけの表記になりそれ以前の車両も順次変更されている。イスズガーラからは以前からフロントの左側に社名を入れている山梨交通同様にフロントの左側にガーラロゴを入れている岩手県交通の前身である岩手中央バスにグループ入りでは長距離路線用のカラーリングに 国際工業バスの観光、高速車両のカラーリングを採用していた。外洋国際工業で廃車となった車両は、一時的に敷地面積が広大な埼玉東営業所へ留置されることがあるが、多くは所属先から直接専門業者によって改装される。その後、グループ内の各事業者を中心に譲渡され、譲渡先で整備を行った後に引き続き使用される。 ことが多い。近年では、ノンステップバスの導入や、首都圏ディーゼル車規制によって代替が急速に進み、現役使用に十分耐えうる車両が数多く譲渡されるが、ディーゼル車規制をクリアした車両の譲渡も進んでいる。グループ系の主な移籍先としては、戸和田観光電鉄、中北バス、岩手県交通、山梨交通などがある。岩手県交通では、 岩手県交通で使用できるバスカードを導入しており、使用可能車両には、首都圏で使用していた緑色のバス共通カード取扱い者のステッカーをそのまま流用しているケースも見られるなど、見た目は国際工業時代と対して変わらない。一方、国際工業の保有台数の多さから、グループ外への譲渡も見られる。代表的な事業者は、那覇交通、八戸市交通部、 茨城大都、関鉄グリーンバス、アルピコ交通、京都急行バス、中国 JR バス三電交通、九州三高バス、鹿児島交通などがあり、近年ではグループ外への譲渡も増加傾向にある。また、それ以外の移籍先として、教習所の教習用車両として自動車教習所を運営する会社が買い取ったケースもある。 カラーリング国際工業から譲渡された車両は多くの場合が譲渡先の事業者が採用している独自の図書区に塗り替えられていた。しかし、1999年に自社発注が基本だった山梨交通も国際工業の中古車両を導入し始めることとなり、この際にコスト削減のために国際工業カラーを変更せず、社名のみ書き換えることで対応した。 また、2000年代に入ると、他社も同様に事業者ごとの図書区への変更を止め、元の国際工業カラーを踏襲するようになった。さらに、自社発注の新車及び国際工業グループ外の事業者からの中古車も、原則的に同じ塗装、もしくは明るい緑の国際工業新カラーを施すようになっている。このため、塗装においては、 国際工業では存在しない車両との組み合わせが見られるようになった。現状では、譲渡車については濃い緑の旧カラーが多くを占めているが、岩手県交通などには国際工業ですでに新カラーとなっていた世代の車両もそのまま譲渡されているほか、山梨交通では初期に国際工業から導入した車両を国際工業の新カラーに変更している。 余談だが、岩手県交通の前身である岩手中央バスにグループ入りでは国際工業からの譲渡車両の一部を塗装はそのままに社名を書き換えたり、KKK ロゴをワンマン中乗り、全乗り表示や広告などで隠しただけで導入していた。岩手県交通への合併後もそのまま使用していた車両もあったため、岩手県交通における事実上の国際工業カラー復活となった。 グループ外への譲渡車については、外装は事業者ごとの都職への全面的に変更されている。それ以外の内装などについてはあまり手を加えられず、車内は国際工業時代と変わらない雰囲気となっている場合も多い。グループ外で国際工業路線カラーのままで使用されているものとして、香川県のジャンボフェリーの送迎用車両が挙げられる。国際工業では、 バス事業の規制緩和を前にした経営効率化の流れの中で2001年9月1日に子会社埼玉国際バスを埼玉県戸田市に設立し2002年5月1日から一部路線の移管を行った移管されたのは以下の系統である同年秋からは移管した上記路線以外の一部路線の運行管理業務の受託も開始した このうち南浦06の2は2003年11月16日に廃止されたが、設立からわずか2年余りを経た2004年4月1日に、同社は解散し、路線と共に国際工業バスへ統合された。国際工業バスの一般路線全線と、練馬区、緑バス、板橋区、コミュニティバス、林林号、足立区、コミュニティバス、春風が1日乗り放題となる。 路線バス IC1 日乗車券の取り扱いをバス車内で行っている。詳しくは公式ページ参照。国際工業のイラストレーターには2004年から一貫して藤沢千尋を起用している。自手流所の車内放送の出だしは首都圏の事業者としては珍しくメロディーチャイムを採用しており、 一般路線バスコミュニティバスともタイプが異なるものを採用していたが2012年より一部の営業所において通常の2点式チャイムまたはピポパボという4点式電子オンチャイムへ変更され同年10月には全ての営業所において4点式電子オンチャイムへ変更されたありがとうございます